本日は国民の生活が第一代表代行衆議院議員の山岡健司さんをお迎えいたしまして記者会見を始めさせていただきます。冒頭山岡さんよりしばらくお話をいただきますのでよろしくお願いいたします。その後質疑応答の時間とさせていただきます。では山岡さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたこの度新党が結成をされましたけども国民の生活が第一の代表代行の山岡健司でございます。まずよろしくお願いを申し上げます。もうテレビ等でもだいぶ紹介をされておりますけども、国民の生活が第一という党名はですね、長い党名ではありますけども、私たちの訴えていることがですね、ある意味ではそのフレーズの中に凝縮をされておりますので、こういう名前にしようと、こういうふうに小沢代表が最終的に決断をされたのであります。それで、私自身もですね、もう国会議員を始めて、30年目ぐらいになりますけども、よくですね、政治とは何だよと、政治とは何ですかと、こういうふうに聞かれるときにですね、政治というのは生活ですと、こういうことを当初から申し上げていたんです。ですからですね、政治家自身もこの政治家というふうに言われますのでですね、なんとなく本人も構えてしまったりですね、あるいは偉くなったような気になる人もいるのかもしれないですけど、生活家と言えばよかったのではないかな、こういうふうに思っているんです。政治家ではなくて生活家ですと言うと名は体を表しますから、おのずとですね、どういうことを政治家はやることが使命なのかということの、自覚もですね、非常によく持つんじゃないかなと、こういうふうにかねてから思っていたわけでございますが、それで、どちらかの党の有力な方がですね、国民の生活が第一なんて、どこの党でも言ってることじゃないかと、こんなことを言ってらっしゃるのが、マスコミで報じられておりましたけどもですね、確かにですね、国民の生活が第一ということは、どこの党でも言っているんです。ただですね、どこの党もそれをちゃんとやっていないと、これがですね、今日の場合によっちゃ、政治が信頼されないとか、政治が機能していないとこういうことにつながっているんじゃないかと思っているわけでございました。そういう点ではまさに政治の原点をですね、きちっとやっていこうとこういう志の党だとこういうふうにご理解をいただけたらありがたいと思います。冒頭10分ぐらいでありましたけど大体最初の挨拶はこのぐらいにさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではこれよりのストロボ撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。続きまして質疑応答に移らせていただきます。より多くの方に質問の機会を提供するために質問は簡潔に一人一人でお願いをしたいと思います。また始める際はどうぞ所属先とお名前を名乗ってからお願いしたいと思います。私の方は指名をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。では質問が終わる方どうぞ挙手をお願いいたします。では一番前の女性の方お願いいたします。ザ・プレスジャパンの桜井真由と申します。よろしくお願いいたします。まず憲法問題に関してなんですけども現在国会の中で憲法の改正調査会というのは、ありますね。その中に新党の方は何人ぐらい入られていて党としてどのようなお考えで臨むのかというです、ね、評価憲法問題調査会の評価について党としてのご意見それから個人山川議員個人としてのご意見をお伺いしたいと思います。
てあります。それに関連してなんですけども、